こんばんは、河野志生です。満月の集い、本来なら満月の日に行うのですが、録画しております。今月何があったか、そして来月の予定等をお話ししたいと思っています。最近よく先生は一体どこに住んでるんですかと、整体はどこで受けられますかという質問が多いんですが、私は住まいはですね、兵庫県の尼崎っていうところに、住んでいます。西の宮生まれ尼崎育ちなんですが、尼崎で育ったんですね。で、なぜ尼崎に住んでいるかというと、両親が尼崎にいて、もう高齢なので、まあ、夜だけでもね、一緒にいれば何かあった時に助かるんではないかなと思って住んでいます。もうかれこれ 4,5 年ぐらい住んでるんですけど、一番下の娘が高校入学とともに東京に行ったので、それに合わせて両親と一緒に住むということをしています。で、尼崎にいながらですね、整体はですね、神戸を中心に東京、名古屋、京都に行っています。東京はですね、三鷹にあるサラ社というところを月に1回借りて行っています。名古屋は、公民館で、京都はヨガのスタジオがあって、そちらでやらさせていただいています。なので、整体を受けたいなっていう方がいらっしゃいましたら、神戸、東京、名古屋、京都というところで、定期的にやってますので、いらしていただければと思います。それからもう一つ質問で多いのが、どれを見ればいいなっていうまあホームページ、ミュートのホームページ、ミュートって自由人って書くんですけどね、ミュートのホームページ、それからですね、ミュートから送られる LINE っていうのがあるので、まあ講座案内とか定期的に毎月送ってるんですね。なので LINE の方で登録していただければ一斉に送りますので、講座等のインフォメーションは届くと思いますので、興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひ LINE 登録をしていただければと思います。まあ先ほども言いましたが、両親がね、高齢になってきて、まあいろいろと転んで股関節を折って、入院して、それからリハビリ病院に入って、でまあ今までは夫婦2人でね、仲良く暮らしていたんですけれど、まあこれからどういう展開になるか、家で暮らせるかどうか、または施設に入んなきゃいけないのかどうかっていうようなことが、今どっちに行くかわからない。まあできればケアマネなんかはですね、まあ夫婦がすごく仲がいいんで話したくないと、もし施設に入るとしても一緒に入った方がいいんではないかっていうことを言ってたんですね。まあ実際に不思議なもんで、二人が大して会話してないと思うんですけどね、やっぱり隣にいてこういろいろ喋ってたりすることでですね、まあ認知が進まないというかね、離れるとやっぱりなんかお互いちょっとこう言ってることがトンチンカンになってきてるなっていうのがあって、まあそういった意味では、まあ、なかなか仲良く年取ってる貴重な関係なのでね、まあできれば一緒にしてあげたいなっていうふうには思っていますけど、高齢者の人たちがどういうふうにしていくかっていうことは本当大きな問題ですね。まあ家で見るとしたらですね、やっぱり家族の協力というのが非常に大事になってきますし、まあ、施設に入るとしてもですね、まあ私自身は兄弟3人いるので、まあ、弟や妹とどういうふうにしようかっていうことを話し合ったりとか、まあかかる費用をまあみんなで割っていこうとかいろいろできますけど、もうそれこそ一人で育てなきゃ、面倒見なきゃいけないとかね、あとはまあ誰もいないとかっていう方もいらっしゃるでしょうし、まあ、高齢者の数が、まあ、本当に膨大な人数になってきてるんで、これから日本が、そういう福祉にね、力を入れていくっていうことをしないと、もう本当にこう、面倒見なきゃいけないっていうことで仕事辞めなきゃいけないとか、また、待機待ちでなかなか施設に入れないとかね、そういう問題がまあ山積みになっていて、まあ、この日本の問題は今度いろんな国、例えば中国とかね、何年後かに実現してくるんで、もう戦争どころじゃないですね。これは本当に戦争なんかやってる暇はないぞ、みたいな。
中国なんて本当に一人っ子政策してますからね、一人で面倒見なきゃいけないっていう状態になるわけですから、いやまあこれから大変だなと思いますね。でも本当に今はもう死ねない時代になってきてますから、まあ、日本なんか世界一の長寿国って言われてますけど、寝たきりの数はもうものすごい多いわけですよね。まあそういう意味ではですね、もう本当にどういうふうに自分が生きていくか、健康管理をするか、まあお金がたくさんあってもね、自分の体がこう自由が利かなかったらつまんないでしょうしね、足が痛い、膝が痛いから歩けないっていうことでもういろんなところに旅行するっていうのもできなくなったりとかしますので、やはりこの健康ということを、体力、健康、身体の維持、そういったものがですね、これから大きなテーマになるなと思いますし、私自身もやはりもう今からこう一週間のうちの半分ぐらいとかね、一日の半分ぐらいをそうやって自分の体のケア、回帰法をやったり活気運動をやったりしながら、ヨガをやったりとかね、自分の体のケアというものをしていかないと、まあ、この差がですね、80、90の時に出てくる。やっぱりもう80ぐらいまでは皆さん元気なんだけども、80からもう本当にガクガクガクってなるんで、そういう意味ではですね、今から体のことをこうケアしていくっていうことは大事かなというふうに思います。さて、10月11月は一体何をしていたかっていうことですね。10月27日は滝に行きましたね。寒かったです。11月3日も入ったんですけど、寒かったです。今度12月の、25日、クリスマス滝行ってやりますけど、寒いと思います。まあでも、冬の滝はまた特別な感覚になりますのでね、修行ですね。いよいよ修行に入っていくかなって思いますけど。で、10月の末はですね、私の娘、皆さんにも応援していただきましたが、あやあたりという劇団で、手の跡という舞台をやりました。もうなかなか好評だったみたいで、私も劇団員みんな接待したりとかねしながらですね、やりました。今度はですね、11月の21日に、次女の方が大学の中での舞台っていう、まあ、発表会みたいなのがあるんですね。まあそれは私がかなり関わっていて、ちょうど疎開している子どもたちで、地方に疎開していてですね、で、まあ、修験者が出てきたり、占いのおばあが出てきたり、ミイラになって悟りを開いたっていうお坊さんがいるんですね。そのお坊さんのことをですね、みんなが見守りながらっていう、そういうちょっとまあ古風な、まあ、ストーリーで、まあ、琵琶を貸し出したりとか、まあ、修験の山行のね、鈴懸という服を貸したりとかしながら、まあ、舞台が成立していくというお手伝いをしてるんですけど、なかなか楽しかったですけどね。やっぱ演劇やってる子たちってのはこう物覚えが早いというか、それなりに見せちゃうっていう能力がすごい高いなと思って、まあ、楽しみなんです。まあ、その指導に東方学園に行ってビアの指導したりとかね、リハーサルを見せていただいたりとかしてますが、まあ、本番が11月の21日で、10月31日はですね、久しぶりに武術講習会、渋谷のスタジオで、空手家とか集まってやりました。まあこれは YouTube の方でもアップしているので、なかなか楽しかったですけどね。まあそうやって、10月が終わり、11月になるんですが、11月の28日はですね、神戸にある王子公園、王子動物園っていう動物園の近くに王子公園っていうね、阪急王子公園っていう駅があるんですが、そこのすぐ近くで山本先生っていう先生がヨガのスタジオを持っていて、そちらの方で講習会をする予定です。で、12月に入るとですね、12月というのはですね、実は私がこのミュートっていうのを作った年なんですね。12月6日がミュートの誕生日で、今年29歳になるんですね。いや、すごいですね。来年は、まあ、30周年ということで、まあ、コロナのことがいろいろあったんで、まあ、なかなかお祝いとかできなかったんですけど、来年の12月6日は、
もしかしたらできるかな、やってあげたいなっていうふうに思ってるんですけど、東京はですね、講座、12月の5日、神戸は12月の12日に講座をやります。3本立てですね。大和武芸神道の稽古、いつかない体という感覚稽古、そして神密教講座としてですね、神密教って神の密教って書くんですけど、般若心経と御神宝という実施をします。御神宝というのはね、こういう印があるんですね。こういう印があって、自分の身をこう霊的に守るという、そういう技術なんですけど、まあ印と神言があるんですけど、まあ、それを実習しようと思っています。あとは東京、名古屋、神戸、京都でネタやってますので、 LINE などで確かめていただければと思います。で、12月24日ですね、去年もやったんですけど、クリスマスライブをしようかなと思っています。まあ、これ完全に趣味の世界ですけど、一人ぼっちのクリスマスって、クリぼっちって言うんですけど、何年か前にね、障害を持ってる子供を育てるお母さんに生態したんですけど、体が寂しがってるんですよね、12月24日。12月22日や23日じゃ別に寂しくないし、26日になったらもう寂しくないんですけど、24日に一人でいるっていうのは寂しくなるんですよ。まあ、ああいうのも余計なもんだなと思いますね。もう本当に別にね、普通に進んでいきゃいい話なんだけど、みんなクリスマスクリスマスって言ってね、賑わっていくと、やっぱりこう寂しくなっちゃうんですよね。まあ、そういう意味では私も一人で過ごすことが多いんで、だったらロマンティックな夜を迎えようと、ということでね、去年やりましたけど、今年もやろうかなというふうに思って。ね、できればピアノとかギターとかピュアとか弾いてですね、やっていきたいなとは思ってるんですけど、まあ24日の夜はそんな感じで、そして25日は芦屋にある高山の滝で滝行をやります。もう何人かもう予約入ってますけど、素晴らしいですね。まあ12月25日に入れない人はですね、1月の3日に入ろうかなと思っていますので、まあ、新年のね、清めということで、そちらに来ていただいてもいいんじゃないかなと思います。で、仕事納めは12月の30日、ギリギリまで、神戸で働いていますので、まあ、年末結構ね、整体受けにいらっしゃる方多いんですよね。やっぱりこう、大掃除と同じで自分の体を清めて、掃除して新年を迎えたいっていう人が増えてくるようなので、そちらの方で仕事納めということになっています。でも本当に1年早いですね。あっという間に時間が過ぎていく、もうどんどん早くなってるような気がしますね。年を取っていくんだけど、まあそれなりにみんな本当に長生きしてるし、いやー時代が変わりましたね。この間バスで青年会募集とかってね、バスに乗ってて、20代か40代って書いてあって、あそこ40歳ってのは青年なんだとか思って、ね、昔、国語辞典では40歳は初老って載ってるんですけど、今はもう40歳が、青年になっている時代ですから、まあ、昔はもうそれこそ50、60って言うとね、もうおじいちゃんとかっていうような時代でしたけど、今はもう50、60働き盛りっていうね、いや、本当に70代はみんな元気ですよ。お尻もプリプリしてるしね。80代になってくると、やっぱりちょっとこう、ガクってなる人はなるっていう感じになるんで、まあ、80代をどう過ごすかっていうのがね、日本人のテーマかもしれません。はい。ということで、満月の集い、また来月よろしくお願いしたいと思います。それでは、失礼します。一人一人の体が変われば日本が変わる。日本人大学。